出た人参ポップライス、お米のポン菓子、懐かしい駄菓子的なそういうイメージだけど、懐かしがってるのが年寄りっていうそういうイメージだな。逆にだってうまい棒とかの方が先だもん。で、懐かしいもの、懐かしい駄菓子としてこういうのがあるんだよっていうことを後日学習するわけです。あ、すっげえ軽いじゃんこれ。ちょっと軽いのは分かってたけど予想以上に軽くて今びっくりした。手に置いてる感触がない、触ってる感触で手に置いてるんだって思うぐらい軽い。うんうん、まあこれだな、軽いな、ほんのり甘いっていう甘酒的な、ほんのり甘い。あー、もうどんどん風って飛んでくよ。原材料名が米、過去国産、砂糖、水飴、食塩のみということで、非常に安心安全な味も、ほんのり甘くて甘酒的な甘さよこれ。お茶が飲みたくなるね。一粒一粒がお米の形になってるのもなんか面白いしさ。人参ポップライス、なんだかんだで悪くねえっていう、お茶飲みたくなるなこれ。